とで僕今日今から歪みのエフェクター買いに行きます。これ見てください。この中野のね、あの場所にこんな場所があるんですよね。歪み専用のお店みたいな。これをですね、ちょっと今から行くので、よかったらみんなついてきてください。行きます。あ、来ました。これ歪みエフェクター、歪み屋さん、そのまんまですけど、これちょっと今から行きますんで。着きました、歪みエフェクター。着きました。これ皆さん、これがもうマニアの聖地なんで、ちょっと入ってみましょう。これがもうちょっと見てください皆さん、これじゃあ試走してみましょうね。これ有名なんですよね。これちょっとね、試走してみましょう。さあ、この棚がですね、ちょっと実はですね、歪み屋さんでしか置いてないであろうみたいな、アルゼンチンらしいですよ。アルゼンチンゾーン、この3つみたいな。でここがね、まあアメリカなんですけど、ね、これがイタリアですよ。でここが、ここ何でしたっけ。中国。あ、これ中国、中国、中国の、これ何ですかね、ここら辺は。これ中国ですか。ここは中国。あ、ここら辺、ここら辺中国ゾーンなんで、ちょっとね、なかなかないようなやつ引いてみましょうか。じゃあ、これ行きましょう、これ。はい、この棚、ちょっとこれ見てください、これ。これ実はですね、国内ブランドなんですよね、ここ全体的に、この上が。でね、このエフェクターに関しては女性の方が作られてるみたいな、ちょっと見てみたい。なんかこう、女性らしい。じゃあこれ、9オーバードライブ9っていう、9、2回来てますから。じゃあこれが欲しい人はもうここに、もうここに来るしかないですよ。あと2個ですよ皆さん。限品限り、限品限り。このレクティークがね、ちょっと興味前からあったんで、これをちょっと弾いてみたいのと、これいきましょう。これ萌え、どんな音するのかみたいな、ないと思うんですけど、ちょっとこれ弾きたいと思いますんで。さあ、これは今日はね、もうこの4つをちょっと弾き比べてみますんで。このお店はですね、思想専用の部屋があるんですよね、ブースがあってですね、今日はそこを使ってやりたいと思います。じゃあ思想しまーす。ほんで今日は何ですか、アンプのセッティングもずっと同じで、こんな感じで今日はちょっと選んで4つを載せていきますので、まあ1つ目はこのさあライオット、これをちょっとね弾きたいなと思います。僕ちょっと今回探しに来たのがガン歪みのやつが欲しかったんで、このライオットに関してももうディストーションというか、ここはもうマックスです。でトーンはちょっとね真ん中ぐらいかな。でレベルはちょっとこの部屋に応じた感じなんで、あんまり上げてますね。ちょっとこれ一回踏んじゃいます。まあ踏むと、まあ、結構かなり歪みます。ちょっともしかしたらね、カメラじゃちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、実際弾いてみるとかなりあったかい歪みですね。みたいな、なんかハイが強すぎずいい感じに歪むので、かなり万能的にソロでも使えますし、絶対伴奏とかでバッキングとかもかなりいい感じ。ちょっと早く弾いてもこうなんていうんですか、僕ディストーションの判断基準がこうやって早く弾いた時に、なんでしょう、レスポンスが早いか早くないかをかなり重視するんですけど、これ早いです、全然問題なく。さすがこうみんなが使うだけあって、なんでしょうね、こう本当に欲しい音色がガッとくる感じで、でしかもね、これってなんかね、僕さっき聞いたところによると、ここちょっと見えます、このねミニスイッチみたいなのあるでしょ、ここ見えますか、このここミニスイッチ、これでね切り替えれるんですよね、3つぐらい。なのでなんかこう自分の音色にこうかなりなんでしょう、変化できるというか、
あ、3段階なの。3段階なの。ちょっとさっきはね、一番左だったんですけど、これなんか若干丸くなりました、さっきより。で、真ん中にすると、これハイがね、立ってきますね。真ん中はちょっとソロっぽいかもしれないですね。みたいな感じです。じゃあちょっと次弾いてみまーす。レクティークの99いきまーす。これちょっとボリュームとかつまみの感じなんですけど、これがボリュームで、見えます？これボリュームで、次がね、これがトーンでしたね。で、これ、歪みです。で、ここにある中で、ね、ちょっとミニスイッチ、なんかミニつまみが、ミッドカットなんで、ここはお好みで、で今回僕はなるべくリードとか歪みが欲しいので、もうトーンもマックス、で、歪みもマックスにしてます。で、ボリュームはちょっと部屋に合わせた感じなので、ちょっと弾いてみますんで、どんな感じかっていうと、スイッチオンで、すっげえ歪みます、これ。なんか、ザ・メタルみたいな。圧がすごいですね。音圧がうーってきますよ。さっきのライオットに比べて圧がすごいんで、なんかこうバッキング向きかもしれないですね。どっちかって言うなら全然ね、小泉ソロとかでも大丈夫なんですけど、僕が使うならばバッキングに使うかもしれないです。これだとバッキングだとすごいなんかこうね、いい感じに圧を稼いでくれるっていう。みたいな。まあいいエフェクターです、これも。じゃあ次いきます。じゃあ次、これいきます。レダオさんの、神風という機種ですね。この赤いやつ。僕ね、見た目はこれが一番好きでしたね。セッティングなんですけど、まあ見てもらった通り、まあ、これは書いてるんで分かりやすいと思います。で、ちょっとね、今回も、ゲインマックスです。歪みマックスので、トリブルもマックスので、ミドルはちょっと真ん中ぐらいで、で、音量はこの部屋に合わせたやつでやってるんで、ちょっとこれつけてみます。こんな感じですよね、歪みが。これいい、これ好き、これね、何でしょう、ディストーションって書いてるんですけど、その本来イメージしてるディストーションの感じっていうよりかは、オーバードライブとディストーションの中、ちょっと本当に真ん中ぐらいで、こうギターの本来の鳴りをすげえいい感じにこう伝えてくれるっていうか。じゃあちょっと次いきますか。萌え FXP で、セッティングはですね、こんな感じです。ちょっとね、さっきやった時、この原因だと思われるんですけど、G が。これね、フルでやるとかなり歪むんですよね。ちょっと抑えました。トレブルも、12時よりか、もうちょいこう、まあ1時、2時ぐらいですよね。なんか、ここのスイッチっておそらく、歪みのこう、キャラクターを変えれるっていうか、なんか、SP とか N なんで、ノーマル、スペシャルだと思うんですけど、スペシャルかなり歪むんで、N にしてます。ちょっとやりまーす。歪みはこんな感じです。かなり歪む。この段階で。ね、メタルらしい音ですよね、これ。
すげえなんか、ハイの、あの、いい感じが残ったまま歪んでますよね。なんかあの、バッキング用みたいに、なんか低音が強いっていうよりかは、こう、ハイがすごく、あの、生きる。どうでしょう、もしかしたらちょっと動画では伝わりにくいかもしれないですけど。ほんで多分ね、こういうのって俺の考えなんですけど、やっぱちょっとねソロでやっぱ弾きたくなるというか、なんかあのコーラスとかディレイかけてあるとね、超いい感じだと思いますよ。なんか綺麗。今日一応買いに来たんで、これ決めないとダメですよね、これ、はい。迷いますね。ちょっと揃いを考えた時にこれかこっち、この二つどっちか迷うんですけど、はい、僕の答えはですね、萌えです。萌えさんを買います。さあ、これレジ来ましたけど、これなんかね、こういうお店には、あの、泉屋さんにはこういうね、ブーメランチケット。これなかなか聞いたことないですけど、これ買った商品を1ヶ月以内は 60% で買い取り、2ヶ月なら 50%、3ヶ月なら 45% っていう、かなりこういい確率でね、もし自分に合わなければ返品できるみたいなので、まあ、よかったらこれ何でしょう。なかなかこうね、返品ってしにくいですけど、まあ、こういうのがありますと、ブーメランチケット。あとポイントカード。こういうのもありますんで、まあ、もしよかったら、まあ、こうね、思想をね、しに来ていただいてですね、ポイント貯めてですね、泉谷さんでもひたすらエフェクターを買っていただいてですね、ギターも上手くなってですね、で僕さっきの萌え FXP のこれリアルに買いましたからね、リアルに買いましたよね、はいはいはい、嘘じゃなくて、これまたなんかどっかスタジオで使う動画とか上げる予定なので、ちょっとこれ家買ってね、試しにもうガンガン今日は24時間弾きたいなと思ってですね、まあよかったら、ぜひ、東京の中野区にある泉屋さんによかったら遊びに来てください。ネットもね、こうなんか通販とかもやってるんで、まあ気軽にこう、サイトで観覧したりとか、まあいいんじゃないでしょうか。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。